にちは。皆さんはいかがお過ごしだったでしょうか。季節はいつの間にか春が過ぎて初夏になろうと、もうなってるかもしれないですね。多分ね、今日の気候は暑いんじゃないでしょうか。もうすぐ暑い季節ですね。品紹介とその買ってきたものの作品紹介をしたいと思っています。紹介しますね。まず、100円均一のセリアさんでこちらの折り紙を買いました。プリントペーパー。48枚も入っているそうです。で、柄がこのマカロン柄とこちらのクッキー柄で、こちらのナッツとかビーンズとかの柄と、で、なんとこのチョコレートの柄なんです。このチョコレートの柄は結構意外とリアルで、折り紙をするためだけじゃなくて、もうちょっとしたそのデコレーション、例えば、まあ、ちぎり絵とかとかでもなんか使えそうな感じの折り紙がいっぱい入っています。ノートとかに昔切ったりして、折り紙を切ったりしてなんか貼り付けたような、まあ、ノートとか、あと色紙とかもそうですね。それでなんかコラージュしたような感じのものもあります。でこちらと、でもう一つ。これは折り紙ではない、買ったらしいんですけども、ちょっと折り紙として使ったんですけども、こういったあのオーロラシートを販売されました。こちらは1枚入りで、金とか銀。で、これも、